ピエール・ファーブルは16世紀フランス出身のカトリック司祭でイエズス会創立者の一人。その学識を高く評価され、教皇パウルス3世からトリエント公会議出席を要請されたが、果たせず病死した。2013年12月17日に教皇フランシスコはファーブルを劣勢した。サボヤ広告領内のグラン・ボルナンド渓谷にあるビロレイに生まれた。 七類ファーブル、母、マリー・ペリシャンは、山間の村で暮らす、普通の農民だった。幼い頃から、羊飼いの仕事をしながらもファーブルの聡明さは、際立っていた。村には満足な教育機関がなかったため、両親は10歳のファーブルをはじめ近隣のトーヌの町に、送って勉強させ、次に、ラ・ロッシュの町で学ばせた。ここで彼は、生涯の親友となるクロードジェと知り合った。 勉学を続ける中で、ファーブルは、司祭職への証明を感じ、19歳で、パリ大学で学ぶべく、故郷を離れた。パリ大学は、当時から多くのカレッジの集合体であったが、ファーブルはその一つで、ポルトガル系の学生の多かった聖バルバラ学院に、学んだ。ここで、ファーブルと、たまたま同室になった学生が、後に、イエズス会創設に共に立ち会う。 フランシスコ・ザビエルであった。1529年10月、カーブルト・ザビエルが暮らす部屋に一人の中年の学生が加わった。ザビエルと同じバスク出身、37歳のイグナチオデ・ロヨラである。ロヨラは二人に自らの心を探り、神のお胸に応える方法として、レーミサオというものを示した。宗教的カウンセリングとも言える、この方法を行い、 深く語り合った三人はやがて闘志となっていった。そこへロヨラに惹かれたシモンド・ドリゲス、ディエゴ・ライネス、ニコラス・ボバディーや、アルフォンソ・サルメロンといった若い学生たちが加わった。1534年5月、ファーブルはパリ司教の手で除解され、司祭となった。この時、ファーブルはロヨラを囲む学生たちのグループの中での唯一の司祭であった。同年8月15日、 グループの7名は、モンマルトルの丘に登り、サンドに記念聖堂でファーブルの建てるミサに預かって、神に自分の生涯を捧げる誓いを立てた。世に言う、モンマルトルの誓いである。ファーブルのが友だったクロードジェもこの年、パリにやってきて、ロイオラのグループに加わっている。1537年、一同は、ベネツヤに集まった。ファーブルらは、ローマへ向かい、 教皇パウルス三世との地遇を得た。教皇は一同の学識と志の高さに感激し、彼らが求めていた仲間の除会と聖地巡礼の許可を与えた。こうして、ベネツィアで一番年少だったサルメロン以外のメンバーたちが司祭除会を受けた。一同はイタリアで様々な首都職に従事しながら、自分たちのグループの将来について語り合い。 修道会という形を取ることに決めた。1539年、ロヨラは教皇に基本精神功用を提出し、修道会の許可を願った。審査を経て1540年9月27日、イエズス会は教皇庁の認可を受けた、修道会として認可された、イエズス会の誕生である。その後、政治情勢から聖地エルサレムへの渡航の困難に気づいた一度は、 教皇の勧めもあって、ヨーロッパにおける宣教活動を行うことにし、各地で活動した。ファーブルは、教皇とロヨラの指示に従って、ドイツ、フランス、ベルギー、スペイン、ポルトガルとヨーロッパ各地を回り、宗教改革の嵐が吹き荒れる中で、プロテスタントとカトリックの対話やカトリック教会の、霊的再建という困難な仕事に勢力を傾けた。 さらに1537年以降、ファーブルは、教皇調律大学で教壇に立っていた。ヨーロッパ各地でファーブルの訓導を受けた多くの若者が、イエズス会に加わった。その中で最も有名なのは、オランダ出身のペトルス・カニシウスとスペインの名門貴族出身のフランシスコ・ボルハの両名であった。1546年、教皇から直々にファーブルに退治。 トリエント公会議への出席要請が行われた。ファーブルは、すぐこれに従うべく、ローマへ向かい、ロヨラと再会したが、すでに長きにわたる旅と仕事の疲れが彼の体を、蝕んでいた。ローマで病に倒れたファーブルは、体調を回復することなく、1546年8月1日、名誉ロヨラに見守られながら40歳で死去した。ありがとうございます。